NBC 岸龍之介です。パーソナリティの古田沙織です。はい、始まりました。岸フルラジチューブー。このコーナーは YouTube を通じて長崎を活性化させようと長崎で活動している YouTuber の方をレギュラーゲストにして、動画 YouTuber としての活動内容の掘り下げ、実践体験などをラジオでお伝えいたします。はい、今回の YouTuber はこの方です。こんにちは。どうも、ザビエルです。こんにちは。ザビエルさん。ザビエルさん。お若いですよね、はい、ザビエルさん。あ、そうですね。ザビエルさん、なぜ名前をザビエルにしたのか、そして何の YouTuber なのか教えてください。うん、あ、よくなんか、長崎と関連してるんですかみたいな聞かれるんですけど、はい。たまたま弟のゲームの名前がザビエルっていうのを使ってて、それで真似したっていうだけなんですよね。あ、そうなんですね。てっきり髪型の方がザビエルさんかと思いましたけど、はい、そうではないと。そこも気になってるところなんですけれども。まあ、それはザビエルさんのチャンネルを見るともう一目瞭然。イケメンですね。ですね。はい。米津さんというかね。本当。そういう系統の髪型。なんかミュージシャンっぽい。あ、たまに言われます。アーティスティックですね。うん。似てるでしょう。似てる。うん。何の YouTuber なんでしょう。あ、今は、教育系 YouTuber として活動しています。教育系。はい。主に、大学受験生向けの動画を配信しております。はい、へー。そうなんですね。勉強を教えられてるんですか。あ、そうです。すごい。で、そもそもザビエルさんはどうして YouTuber になろうと思ったんでしょうか。あ、大学で長崎に来たんですけど、んー、はい、いろんなその塾とか、学習塾で、受験生とかを教えてるときに、はい、地方と都会の情報格差とか、あとやっぱりその進学校と、そうでない学校の情報格差の大きさっていうのに直面して、なんかこう本当に知名度もなく何もお金もなくっていう形なんですけど、何かできないかなと思って始めたのが YouTube です。大学で長崎に来られた、どこ出身なんですか。あ、もともとは京都です。京都。京都なんですね。はい、今は大学生なんですか。あ、そうです。あ、通りでお若いと。現役大学生が大学受験のために頑張ってる受験生向けのコンテンツを配信してるということなんですね。はい、気になる、どういう、まあ、授業をされるのか、どんな中身なのか。うん、最近どういったものアップされてるんでしょう。うん、あ、最近は授業ではなくて、言ったら情報格差とかを埋めるやっぱり一番の情報源っていうのがどういう参考書を使えばいいのかとか、あとはやっぱりこう勉強法に関しても、はい、やっぱりその本当に一部の進学校出身の生徒しか知らないことか、うん、その都会の予備校でしか回ってない情報とか本当にあって、そうなんですね。そうなんですよ。で、まあそういう情報とかをなるべくこう誰でも、まあ無料でクリックさえすれば得られるような形を取りたいと思って、そういう勉強法の動画とか、あとやっぱりその受験生ってやっぱり高校生なんで、はい、なかなかこう勉強って嫌なものじゃないですか。はい、間違いなく嫌です。ですね。で、僕もめちゃくちゃ勉強嫌いやったんで、やっぱりその、なんていうかな、モチベーション、はい、やっぱりこうやる気のスイッチを入れてもらえるような、なんかこう寄り添えるような存在になれたらいいなと思って、うん、ひたすらやる気をアップさせるような動画ばっか上げてます。このザビエルさん自身の受験の経験を踏まえてという形ですか。あ、そうですね。あとなんか、僕の、幼馴染に灘の友達がいるんですけど、はい、あ、灘子。そうです、そうです。その友達がまあまあすごくて、その子とかと予備校で一緒に勉強したんで、その子の勉強法とかももう垂れ流ししてます、うん、なるほどね。今予備校での知識とおっしゃったから、はい、まあストレートで大学に行ったわけではないザビエルさんだからこそ言えることがいろいろあるわけですね。あ、そうですね、はい、なるほど。今それこそ学校が休校してて、お家での勉強の格差なんていうの話題になってますけれども、このザビエルさんの YouTube 見れば、いろいろ情報が、最新の情報が得られるわけですね。
ぜひ見ていただきたいですね。これはもう見なきゃ損っていう感じですけどもね。え、教科は何を、うん、全般的にですか？あ、もう全般的にですね。へー。はい。国、数、英、理、社、みたいな。うん。あ、そうです。履修してない科目に関しては教えられないんですけど、はい、基本的には、その、共通テストセンター試験のような簡単な試験から入試試験まで対応できるように動画は進めてます。へえ、ね、大学試験って今試験のあり方自体もこういろいろ変わろうとしている中で最新の情報が手に入るっていうのは嬉しいですよね。はい、あ、で、あのザビエルさん、今日はたくさんリスナーさんからもメッセージが届いていますので、はい、ちょっとご紹介します。ラジオネームラガーマンさんです。動画をいつも拝見して勉強するパワーをもらっています。僕は今高1で難関大学を目指しているのですが、この時期にやっておいた方が良い科目はありますでしょうか、と質問です。 ありがとうございます、はい、やっぱり今の時期は高1生、うん、高2生特にそうなんですけど、やっぱり英数はもちろんなんですけど、はい、その今特に休校でやっぱり授業がないんで、はい、もう参考書を買っていただいて、もうとりあえず数3まで数学やったら、英語やったら条文までもうひたすら先行型の勉強をしてあげて先取りしてあげるといいと思います。ああ、予習ってことですか？どんどん前に進むってことですか？うん、あ、そうです。はい、で続いては鈴木ワールドさんです。勉強系でモチベーションを上げてくれる YouTuber はザビエルさんほど素晴らしい人はいないと思い尊敬しています。ベタモビですね。そんなザビエルさんに質問です。受験生はもちろん勉強すると思いますが、高校1年生や2年生は何に向けての勉強のモチベーションを上げていけば良いでしょうか、と。あ、いい質問ですね。うん。やっぱりもう受験生でもそうなんですけど、高1生高2生って、本当にこう志望校とか、うん、どっかの大学に入りたい、何がしたいって決まってないと思うんですよね。はい、漠然としてますね。はい、なんでもう多分勉強って特にこう意味がないものって言ったら語弊があるんですけど、はい、だそれ自体に意味があるものだとは思ってなくて、うん、ただそういうこう意味のないものを頑張れることってめちゃくちゃかっこいいと思うんで、はあ、その頑張ることを頑張ってほしいなって思います。へえ、後々意味が出てきたりするんでしょうしね。はい、モチベーションを上げるためのどんな言葉かけられるか気になってきたんですけど、がぜん。あ、ありがとうございます。例えば、やったことないです、全然。いつやるの、今でしょみたいなこと言ってるんですか？決め台詞。言いまくってます。言いまくってます。言ってるんですね。あら、そうですか。でもね、はい、お家の中で一人で勉強するときに何かこう、カツを入れてほしい。そんなときに、はい、ザビエルさんのチャンネルを、ね、見てみると、うん、本当一人じゃないって思えるかもしれませんよね。はい、ね、でラジオネーム彩りみどりさんからは、受験生の心のオアシス、そして先輩としてこれからも多くの方々に希望と勇気を送り続けてくださいね、といただきました。 ありがとうございます。絶賛です ね、皆さんね。 MC 大村拓也さんからは、ザビエルさんが出演ということで楽しみ、また飲みに行きましょうね、と。ああ、こうなる。ありがとうございます。ノグチューブ、野口たけしさんからも、これからもガンガン教育系の動画上げまくって学生を励ましていきましょう、といただきました。あと、嬉しいです。ありがとうございます。あと20秒です。ザビエルさん、一言いただいていいですか？あ、わかりました。巻き巻きでいきます。はい。受験生の皆さんも今年は、夏の天王山がないんで、今がもう天王山やと思って頑張ってください。また休校中も、ぜひぜひ動画のチェックよろしくお願いいたします。はい、はい、ぜひね、ご覧いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。キッシュルラジチューブでした。